斉藤聡馬ストレンジデイズ不思議の扉。皆さんこんにちは、斉藤聡馬です。このコンテンツは文化放送超 A&G プラスでお送りしている番組、斉藤聡馬ストレンジデイズのここでしか聞くことができないスピンオフコンテンツとなります。このコンテンツでは毎週一つのキーワードやタイトルについてお話ししていきます。では今回のテーマを発表しましょう。今回お話しするテーマは斉藤聡馬高校生です。前回ね、中学生の話をしてちょろっと言ったんですけど、その声優を志した直接的なきっかけが高校1年生にありましたみたいな、ことなんですけれども、高校1年生の時にこういろいろあって、いろいろねなかったんですけどね、ちょっと学校行きたくないなみたいな時期がありまして、その時にこうアニメや映画をたくさん見て、でこう声優という職業に出会って、こう自分もそちら側に立ってみたいなという、まあ、憧れから入ったような、形ですかね。だからでやっぱりその時に見ていたものとか好きだった音楽とかって、中学生の時もそうですけど、やっぱり自分の、基盤になっているなと思うし、で今思うとだいぶそのなんていうのかな、大学生になってからって、そのだいぶこう、東京にも出てきて、でそのいろんな情報を持っている友人とかもできて、あとはネットもより普及してみたいなところがあったので、情報を集めやすかったんですけど、その地元にいる時ってなかなかこうなんだろう、同じ志の仲間を探すのって結構難しかったというか、とはいえそのすごくいろんな友人に恵まれて、いろんなものを教えてもらったんですけど、ある意味その高校生の時が一番こうなんていうのかな、渇望していたというか、そのこの焦燥感やこの満たされない気持ちを何かで満たしたいみたいな気持ちで、こう本や音楽を摂取していたななんてすごく思いますかね。いや、どこから話せばいいんだろうな、高校時代。まあでもなんか社人は構えてましたけど、結構なんていうんですかね、穏やかな高校だったので、割とみんな優しかったなっていう記憶がありますかね。なんか先生たちもかなりユニークな先生が多くて、現代文の授業の時にテクスト論っていう考え方があるんですけど、その問題で国語の試験で問われているのは作者の気持ちじゃなくて、この設問の通りに本文を読んだ場合どう解釈できるかみたいなことなんだと。だから現代文っていうのは感性も必要だけどロジックで解けるんだよみたいな教えてくれる先生がいたりとか、あとはそのなんか自分の可能性を肯定してくれるような先生が多かったなっていうのは思いますね。割とその県内でも自主性に任せますみたいな学校だったんですけど、その君はこういう大学にいてこういう勉強してみたらいいんじゃないかとか、そのこういうものを作ってみたらいいんじゃないかっていうのをすごく教えてくれるというか、肯定的に言ってくれる大人が多かったなっていう気はしますね。本当にただその 2,3 年が同じ担任の先生だったんですけど、かなりエキセントリックな人で、こう一匹狼的な先生だったんですけど、で僕らもそのなんていうか、めんどくさい生徒が集められたクラスというか、だから先生は本当に大変だったろうなと思いますけど、さすがに僕がもうなかなか地元に特にここ数年とかは帰れていないので、みんなで集まれたりとかはしていないんですけど、だからもうなんか気づいたらどんどんみんな結婚しててわーっていう、もうめでたいけど、その久しぶりになんかこうグループが稼働したと思ったらもうみんな知ってて僕だけ知らないみたいなことがあったりとか。いやでもなんかやっぱり中学ぐらいまで遡っちゃうと、もうその校舎のこう記憶というかあるんですけど、ちょっとおぼろげなところとかも結構あったりするんですけど、高校はかなり覚えていて、っていうのも僕何年か前に連載させてもらっているエッセイの書籍を出させてもらった時に、その写真を母校で撮るっていう、あこれ言ってんだけど忘れちゃったけどまあ見ればわかるんであれですけど、でそれがなんかこうなんだろうな、不思議な気持ちでしたね。懐かしかったけど、その時とはまた違う目線というか、なんか本当に月並みですけど、え
蛇口とかって低くないかみたいなとか、そういうのを感じちゃうというか、だからまた機会があったら行ってみたいななんて思いますけど、学校にはすんなり戻れたか。あ、いや戻れなかったですね。本当に毎日部屋の中でこう鬱屈としてて、でも本当にみんなが寝静まってからこうちょっとコンビニとかに行ったりみたいなぐらいで、まずその基本的に外に全然出られなくてっていう。でも本当に何か明確なものがあったわけじゃなくて、まあ僕はその悪霊に取りつかれたと思っているんですけども、でもなんかそういうことって本当にあって、本当にだから梶井元次郎じゃないですけど、得体の知れない不吉の塊が急にズンって来たりするような時期だったというか、まあ今よりもよりこうナイーブな時期だったのかななんて思いますけど、本当に親をはじめ、あと祖父母もそうだし、あとその学校の先生とかもすごくなんかなんだろうな、こう無理をしてそのなんとか戻っておいでよっていうよりは、その自発的にそういう気持ちになるまで見守ってくださったっていうのがありがたくて、で当時もすごくありがたいって思っていたんですけど、その自分がやっぱり30歳とかになって、その自分より若い人と接する機会がどんどん増えてくるじゃないですか。そうなると改めてすごいありがたいことだったなというか、その誰も諦めずに無理強いをせずに待ってくれていたっていうのがありがたいから、こう、まあ、直接それをこう返すというよりは、自分もその、ね、先々こうもし機会があったら返していけたらいいかななんて思いますけど、なんかなんだろうな、この振り返りシリーズは結構ね、不用意なことを言うとこうパンドラの箱しかも希望が残ってないパンドラの箱がね開きそうな気がしていて、でも未だに一人すごい仲いい友達がいて、その友達とは結構連絡を頻繁に取ってて、たまにリモート飲みしたりとかして、でその友達はこれどこまで言っていいのかな、個人情報なんであれですけど、すごくこうなんていうか陽気な人で、めちゃくちゃイケメンで、でそのみんなの人気者で、でも全然気取ってないみたいな、で運動がもうめちゃくちゃできるみたいな、でも不思議とだからその全然趣味とかも違ったんですけど、不思議と馬があって、気づいたらそのもうだから15年来ぐらいですかね友達で、あれなんかそういうなんか当時はすごく視野が狭くて、その自分の感性で人と付き合っているみたいなって思ってたんですけど、めちゃくちゃ周りの人に恵まれていたんだなっていうことに、その時は気づけてなかったけど、気づくなんかきっかけの方がみたいなものがあったのが高校時代かなっていうのは思いますね。いや夏いな本当。でもなんかこう言い方難しいですけど、そのルールというか、その法はもちろん犯さないですけど、なんかもっとその帰りに買い食いするとか、そういうのちょっとやってみたかったなっていうのは思いますね。あと今と決定的に違うのは、自転車でどこにでも行けた最後の時期なんじゃないかっていう気はしますかね。だからある意味その行動範囲としてはかなり広かったし、いやでもやっぱバンドやってたんで、そのみんなで100円ショップに行ってお金出し合って、こう自作の楽器を作ってみたりとか、あとよく言ってるんですけど、こうみんなでその友達のこうおじいさんの家がなんかその納屋みたいなとこがあって、そこを借りてみんなでよしバンド合宿だとか言ってやるんですけど、最終的にドリームキャスト大会になるみたいな謎のゲームをやるぞみたいなやったりとか、だからなんかこういつかまあ、なんていうんですかね、自伝ってほどでもないですけど、なんかそのまとまった形でその10代の頃を振り返りたいなっていう、今考えると結局割と青春してたんじゃないかなっていう、そんな時代ですかね。いやあ、声優への第一歩ね。そうですね、高校に復学した後に部活に入って朗読の勉強を始めまして、でも基本その割とずっと自主練をしていたんですけど、その時にこう本を読んだり、いろんなその例えば滑舌のトレーニングとか、肺活量を増やすにはどうするかっていうのを自分なりにこう構築していってっていうのが、やっぱり今の直接的な基礎にはなっていますね。だからなんかただ多分本当にこれ振りとかじゃなくて発掘しないでほしいんですけど、多分高校にまだ残ってると思うんですよ、データとかが。本当に世に出さないでくださいっていう
でも怖いですよね。もし見てみて全然進歩してない可能性もあるというか。でもきっと多分地道に、なんかその時も思ってたんですよ、結局1日5分でもトレーニングをするっていうのが一番上手くなるんだなっていうことに気づけたのはかなり大きかったなと思いますね。いやだからもし次その母校に行くことがあったら、そのデータだけ僕がちょっと処分してパンドラの箱に入れたいと思いますけれども、はい、ということで最後になりますが、そろそろ今日のテーマについてまとめましょう。そうだな、斉藤相馬的高校生とは、違う形が良かったような気もするけど、あれはあれですごく充実していた日々です。いやちょっとみんなに連絡しよう以上、今日の不思議の扉は斉藤相馬高校生でした。斉藤相馬ストレンジデイズは文化放送超 A&C プラスで毎週金曜23時から放送中。あなたの気になることや話してほしいことを募集しているメールアドレスは soma@joqr.net です。たくさんのメールお待ちしています。お送りしてきました斉藤相馬ストレンジデイズ不思議の扉、皆さんいかがでしたでしょうか。いやなんか面白いなと思ったのが、小学生中学生ってきて、やっぱ高校生がだんだんこう現在に近づいてきているからなのか、やや気を使って喋ってるなっていう、ちょっとどこに何があるか分かんないから、いやでも本当にね、なんかあの楽しい時代だったな、戻れるなら戻りたいと思いますけれども、皆さんもね青春満喫してくださいませ。本放送でも気になることをたくさん話していますので、ぜひ皆さんも最近気になることがあったら番組の方にメールしてください。それではまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手は斉藤相馬でした。